お疲れ様です。速課塾の声でございます。旭川の中二いじめ、近く再調査表明へということですね。遺族の意向を踏まえということですけども、ご遺族の意向ももちろんなんですけども、こんなことが起きたら徹底的に調査しないとダメでしょう。そして当事者、生徒もそうですけども、担任ですよね。それから管理者たる教頭校長。この教頭校長担任が特に、特に悪質だと私は思いますね。ことが起きてからの まあ逃げ。もうね、隠蔽。そして、どこまでも隠して逃げまとう姿とかね。もう問題解決をする意思がないんですよ。なかったことにしたいと。無視したいと。それは第三者委員会も同じようなもんですよ。全く役に立っていないと思います。でね、はっきり言って YouTube をやっている多くの方が、この問題を取り上げなければ、完全に風化していたとも言えますよね。YouTuber として有名な方が、 次々とね、遺族の方の意向を組んだりとか、実態の放送をしてみたりとか、現地取材をしてみたりとか、こうやって、テレビメディアでもね、扱わないようなことを、どんどん広げていって、そこに賛同する多くの方がいらっしゃって、やっとですね、この、かけがえのない、失われた命のことが、だんだんわかってきたわけですよ。しかし、一番近くにいる、担任、高等、校長、教頭、 それから大災事委員会は知らぬ存ぜるを決め込んでいて悪に悪の上乗りをしてるとも言えますよね、まあ、こういうことだからこういった事件は繰り返されますしきっと日本中の小学校中学校などの学校で隠蔽を行っていてね被害者が泣いて加害者が笑っている姿がもうずっと変わらないんじゃないかなと思いますよね本当にね私がなんかね強大な権力を持っているんだったら大きなナタを振りたいぐらいですよ記事をちょっと読みましょうか 旭川市内の公園で昨年中学2年の広瀬爽彩さん、当時14歳が投資した事件で、今津市長は15日、広瀬さんへのいじめ被害を調べていた市教育委員会第三者委員会の最終方向について再調査する方針を決めた。ありがとうございます。市長直属の第三者委員会を別に設置する。これもお約束の通りですね。 遺族側が再調査を要望していることを踏まえ判断した近く記者会見して表明する見通し記者会見本当にお待ちしておりますおそらくですねこういった中学校の不祥事ってのは最終的には市区町村の責任になると思うんで市長自身がまさに自分の立場をかなぐり捨てて一人の少女そして遺族やそれに繋がる人の悲しみひいては全国各地のこうして隠蔽されていった いじめられて、ひどい目に遭った人たちの先陣を切って行動してくださってるとも言えます。本当にね、こういう市長がどんどん出てくれれば、もっともっと失われなくてもいい命が失われなかったんじゃないかなと思います。完全にこういうのって人災だと思うんですよ。いやあの乱暴な言い方したら、いじめはどこでも起きうります。なくなりません。なくならないんだけども、でもね、そこに蓋をしていじめに加速度的に拍車をかけるのか、それとも、 少なくともいじめは良くないことなんで、どっかで、和解ができなくても対処をするとかね、最悪の状態にならないように管理する、監督するってことはできるはずなんですよ。そのために、担任、教頭、校長、そして教育委員会っていうのは存在するはずじゃないですか。なんでこういうふうにね、泣き面に蜂みたいなことをして平気なんでしょうか。ね、当事者、生徒当事者も、そして担任、教頭、校長、それを取り囲む教育委員会の皆様、 そしてね、知らない顔をしている、同じ学校に勤めている教員、ひいては全国の教員免許を持っている皆さん、美味しくご飯食べれてますかね。自分のいる業界でこういうことが起きてるんですよ。親御さんは学校に我が子を送り出せば死亡率が高まるというね、とんでもない時代になってるわけなんですよ。これをなんで黙っていられるのか。どうなんでしょうかね。自分の身に起こらなければいいんでしょうか いや、自分の身に起きても隠蔽する、そういうふうな体制ができてるから、心配ないんでしょうか自分の経歴に傷がつくことを、そこまで恐れて、こういった若い命を踏みつけていいんでしょうかね、旭川の事件に関わらず、川崎幼稚園でもあんな事件がありました。子供たちはいつも犠牲になります。そして、ぬくぬくと、年を取った者だけが生き延びているんですよ。いいんでしょうかこういうことで。もちろんね、お年を召された方に、早くどうにかなってくれってわけではありません。 少なくともでも私たちは先に生きているものとしてこれから社会を任せるべき子供たちにかっこいい背中を見せるべきじゃないですかね。隠蔽体操はかっこいいですかね。子供たちにもこうやって臭いものに蓋をすることを教えるんでしょうか。一体これからこの国はどうなっちゃうんでしょうか。それでは。